マクラーレン MP4 から31は、マクラーレンが2016年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。同年2月21日に正式発表。前年型の MP4 から30で採用したサイズゼロコンセプトを踏襲したマシンである。フェルナンド・アロンソマシン性能は前年に比べると格段に向上し、予選では たびたび Q3 に進出するようになり、決勝では表彰台には一歩及ばないもののコンスタントに入賞するようになった。コンストラクターズランキングも前年の9位から6位に浮上した。第2戦バーレーン GP でストフェル・バンドーンが10位入賞を果たすと、第4戦ロシア GP でアロンソが6位、ジェンソン・バトンが10位でダブル入賞。第5戦スペイン GP ではアロンソが マクラーレンホンダ復活後初の Q3 進出を果たした。続く、第6戦モナコ GP でもアロンソが Q3 進出、決勝ではアロンソが5位、バトンは9位で2度目のダブル入賞。第9戦オーストリア GP では、天候が目まぐるしく変わる中で、バトンが予選5位を獲得し、全者2台のペナルティにより3番手スタートとなった。第11戦ハンガリー GP では、 アロンソとバトンが揃って93進出を果たした。第13戦ベルギー GP ではアロンソがフリー走行や予選で度重なるマシントラブルに見舞われ、決勝は最高尾スタートとなったが7位入賞。第14戦イタリア GP ではアロンソがファステストラップを記録した。第16戦マレーシア GP ではアロンソが最高尾スタートから7位、バトンは9位で3度目のダブル入賞。 ホンダのホームグランプリとなる日本 GP は前年同様振るわなかったが次のアメリカ GP ではアロンソが5位、バトンが9位で4度目のダブル入賞を果たした。最終戦アブダビ GP でバトンが F1 からの引退を表明した。ありがとうございます。